アシッドラップというジャンルについてどう考えていますか。うん、どうなんですかね。なんかシンプルに自分たちの音楽がそれだと思ってます。ジャンルがないで、そのじゃこれがこのジャンルが俺らの音楽っていう感じに感じます。なんか結構その悲しい時も嬉しい時も、まあ、そのどんな気持ちも全部音楽にしてるって感じなんですけど、その意味のアシッドなんですよね。そのアシッド結構冒険するって意味じゃないですけど、その音楽もこう冒険したいっていう意味でアシッドラップですね、うん、全気持ちを音楽にする、アップもダウンもの意味です。